はい、皆さんこんにちは、マサです。感じね、またやっていきたいと思うんですけどもね、エイリアンロムルスがね、9月9日金曜日から公開しますね。フライヤーも豪華に2種類も出てるんですけどもね、1枚はこのね、こちらドーンと感じでね、このかっこいいエイリアンの口のアップのやつと、裏はね、まあこれも宇宙ガーッと口開けてますね。これだけでもかっこいいんですけどもね。そしてね、まあね、シーンがね、細かく出てるんですけども、赤が主体のと多いんかな、ライト的に。そしてね、このフェイスハガーにガーっていかれてるね、これね。これ今回の女性の方だと思うんですけども、これまだ坊主になってんのかな。それで、裏もね、この赤が主体で、絶望を逃げ切れって書いてますけども、わー、来てますね、エイリアンがね。話はね、これはね、宇宙で恐怖が寄生するって書いてますけどもね、恐怖の原点にして頂点、エイリアン1ですね、のその後の物語、地球から遠く離れた宇宙、人生の行き場を失った若者たち、廃墟と化した宇宙ステーション、そこには希望でなく逃げ場のない絶望のな恐怖が待っていた。人間に寄生し進化するエイリアン、宇宙最強にして最強、怖くて強いね。エイリアンの生命体と対峙する若者たちの運命は、広大な宇宙の密室に起こる究極のサバイバルスリラーを劇場で体感せよって書いてますけども、楽しみですね。これしてね、この後ろもう一個のフライヤーにはね、逃げ切れるか、生存率 0% の絶望から 0% で逃げ切れませんね。困ったもんですね、これは。絶望に綺麗って書いてますけども、サバイバルスリラーついで幕を開けるってね。まあ書いてることは大体一緒ですね、内容的な。だからね、エイリアンね、いろんな登場人物出てますけども、まあね、多分女性の方が主役だったと思うんですけども、これが楽しみですね。9月9日からね、上演されるからね、皆さんもね、どしどし見に行ったらどうでしょうかって感じなんですけども、それを伴ってか知りませんけども、っていうかね、そんな燃え尽き人のこと言っちゃいけないんですけども、多分それだと思うんですけども、このね、ガチャ、まだ再販されてました。前ね、第1回目の時、回せなかった方ね、これとてもクオリティがいいからね、僕これが出たからもう満足してたんですけども、もう一個どうかなーってね、あのね、リプリーのやつが欲しかったんですけどもね、なんか出そうな感じがしなかったからね、やってこなかったんですけども、これで十分満足してるんですけどもね、これね、またね、あとそれでまた映画館とか行ったらね、いろんなエイリアングッズとかももしかあるかもしれませんからね、またね、チェックしておきたいと思います。またね、エイリアンロムルス、これをね、またね、9月6日からやるのでね、これまた映画始まるからね、それまでの映画が、エイリアンね、地上波でやってほしいですね。これだからね、楽しみにしてるんですけども、そしてもう一本の映画はね、これは9月13日、次の週なんですけども、このね、長澤まさみさんの主演なんですけども、これ何の映画かなと思ってね、ちょっと不思議に思ってて、1枚だけ、あ、2枚だけもらってきたんですけども、スミオの話をしようって。これスミオですかね。あ、スオミか。スオミの話をしようってね。それで、長澤さんの、周りに彼女を愛した5人の男たち。とある豪邸を舞台に、三谷幸喜真骨頂ミステリー、コメディーの幕が上がる。コメディーミステリーみたいな感じですかね。素を見ね。それでね、裏はこんなね、いろんな素を見のね、いろんな顔があるんでしょうかね。長澤さん、まだ三つ編みの学生したりね、いろんな、謎の人物、素を見ね。なんか面白そうかなと思って、これいただいてきたんですけどもね。まあ、三谷幸喜さんのやつだからね、まあまあ、面白いんじゃないでしょうかね。古畑もね、面白かったしね。あれも、三谷さんやったかな、確か。長澤さんと、キムタクさんがやった。マスカレード。あ、ちゃうかったかな、三谷さんと。まあ、その辺はちょっとね、申し訳ないんですけど、間違ってたらね。これが面白そうかなと思ってね、エイリアンと一緒にね、もらってきたんですけども。まあね、エイリアンもね、どしどしね、見ていったらよろしいかなと思うんですけども。そして今日の吉岡里帆ちゃんですけども、今日の吉岡里帆ちゃんは、この
フェイスハガーね。フェイスハガーって言ったら顔ですね。うん、顔。顔のアップのリホちゃんにしました。うん、ドンって感じでね。うん、うわ、こんなにフェイスハガーされたら偉いことですけどもね。うん、とても。ちっちゃい顔でしょうね、おそらく。うん、可愛らしいですね。うん、何って。フェイスハガー来るのっていうような顔してますね。うん。リホちゃんだね。うん、なんとか退治してくれるかな。うん、ちゅうかね、こっちは退治してあげなくちゃいけないませんね。うん、ボディーガードとしてね。よろしいですね。こっちのフェイスハガーがやってくるよって感じなんですけども、うん。まあ、りょうちゃんもね、こういうサスペンス系のね、映画化でもね、多分ね、できると思いますのでね、とても楽しみにね、またね、やってくださったら嬉しいんですけどもね、うん。前ね、以前ね、見えない目撃者ってね、すごいアクションのね、激しい映画もやられてますからね、うん、りょうちゃんなら何でもできると思いますからね、とても楽しみにしていきたいと思います。はい。今日ね、吉岡里帆ちゃんでした。からのシャッフル里帆ちゃんなんですけども、うん。シャッフル里帆ちゃん行く前にね、僕ね、この前ご紹介したんかな、うん。ね、面白いもんゲットしたんですよ、リサイクルショップで。これ、ドンって感じでね。これね、金消しよりもはるかに大きいんですけども、これね、力士マン、まあ昔、まあウルフマンですね、うん。の、金消しみたいなのこれあったんですけども、これパチモンですよね、おそらく。パチ消しだと思うんですけども、これがね、お安くあったからね、買ってきたんですけども、お城かでもなんかのガタガタだしね。だけど、まあどう見てもこれ力士マン、ウルフマンなんですよ。これパチ消しやろうと思って、パチ消しも珍しいからね、あ、これは買おうと思って買ってきたんですけども、はるかに大きいんですよね、これ。だからね、これまたね、リサイクルショップで買ってきてね、筋肉マングッズのね、また並べたいと思いますけども、力士は向こう行っててくださいね。で、これでね、シャッフルリホちゃんですけども、シャッフルリホちゃんもね、何が出るかなーって感じなんですけどもね、どうせやらこっちの方がね、リホちゃん見ながらね、やりましょうかね。エイリアンね、とても楽しみですね。すごくまたね、これね、興行成績とか多分おそらくいいと思うんですよけどもね、どんな内容かとても楽しみなんですけども、ドンって感じで、あ、もっと同じレッドが出ましたね。レッドマン、レッドマン、レッドウーマンですね、これ。二人とも。ちょうど演じの感じのね、ちょっと足がつりそうな座り方してますけども、足つるかな、だからつりそうだから、ちょっと悲しそうな顔してますね。痛そうなね。大丈夫でしょうかね。ちょっとね、ちょうど海の砂場だから大丈夫だと思いますけども。でもビキニが似合ってるリホちゃんですけどもね。どうでしょうかね。とても夏、今年の夏とか皆さん海とか行かれましたかね。こんな写真見てたらね、海とかね、プールとか行きたいなと思うんですけどもね。やっぱりね、クーラーガンガン効いた冷え室内が一番やっぱりいいかなって感じでね。なかなか足が遠のいてるんですけども。ね、夏になったらね。それ夏って言ったらね、この前ね、夏って言ったらなんか、この仕事場でね、なんかな、怖い話あるとかいう話してたんですよ。それでみんなね、そんな怖い話なんかそんなお化けの話でしょって、ないですね。僕もそんなにね、ホラーとかね、心霊とかね、好きなんですけどもね、ないんですよね。そんなに霊感みたいなないんですけども。それでね、またな、あの子。面白いこと言う子ね。チップスの子ね。あの子の話ばっかりなんですけども、とってもね、私ありますよ、怖い話って。怖い話、何あったんって。いや、もうね、何年か前の話なんですけどね、って。バス乗ってたんですよ、って。って。バス乗ってたんで、ちょうどね、人がいっぱいでね、みんな、ちょうどみんな座っててね、その前にね、ポールとかあるじゃないですか、って。そこで捕まっててね、立ってたんですよ、って。で、そうしたらね、急ブレーキみたいなのがちょっとかかってね。そうしたらね、私こう持ってたやつがね、くるーんと回ってね、体が一回転してね、それで前に座ってた人のね、男の人の前にちょんと座ってしまったんですよ、って言って。怖かったです、って言って。いやいや、怖いって、その男の人の方が怖いで、びっくりすんで、って言って。いや、そうですかって、若い女の子がいきなり座ってきたら嬉しいんじゃないですかねって言ったんですけどもね。まあそういう点もあるかもしれんけど、そんないきなり座られたら怒られへんかったんじゃ、いや別になんか周りはね、苦笑いの、
方ばっかりでね、うん、顔が真っ赤かになりました。で、周りちょっとおばさんみたいなのがね、大丈夫って言われたんですけどもね、あ、すいません、大丈夫ですって言うてね、うん、もう次の駅で降りたんですけども、ほんま私もあの時はもう恥ずかしかったですって言って、うん、いう話してたんですよ。そう、怖い話しちゃうこと、恥ずかしい話しちゃうのって、いや、うん、だけど、その時怒られたら怖いじゃないですか、って言って。まあ、そう怒られたらそんな怖いけどもな、って言って、そういう話してたんですけどもね。うん。まあ、ぐっと持ってて、まあね、急ブレーキになってくるっと回って、ポールとかでよくありますよね。うん、僕も一応、ポールとかまで、まあ、そんな風になるようなことはあるかな、ってなるんですけどもね。まあ、ある程度、ぐっと力入れて踏ん張られるけども、まあね、まあ、あんまり力のない女の子やったからね、そのまま身を寄せながら、そのままポールでぐるーんと回ってね、それちょこんと座ったみたいなんですけどもね、うん、まあ体のちっちゃい子だからね、うん、そんなまあそんな痛くなかったと思うんですけどもね、男の人もね、座られてもね、うん、まあ僕はリホちゃんみたいな子が座られたらね、別にそんな嬉しいんですけどもね、うん、まあその子もね、そういう、まあね、愛嬌のある可愛らしい子だからね、まあ多分怒られなかったんだろうなと思ったんですけども、うん、こっちは怖い話してたのにね、いきなりそんな話するからね、うん、またその場の雰囲気がまた変わったんですけども、うん、まあね、そういう怖い話もあるよっていうね、怖い話じゃないな、うん、驚くような話をね、平然とする子なんですけども、うん、またね、その子の話ね、まあ、その子のネタが結構多いからね、うん、いろんなことをね、教えてくれるんですよ。またね、いろんな刺激があるんですけども、うん、そういうことで、今日の吉岡里帆ちゃんはね、こういうね、何言ってんだお前っていうような顔してますね、りほちゃんもね。まあそういう話もあったんですけども。うん、という感じで今回はね、この辺でお別れしたいと思いまーす。はい、エイリアンからね、うん、とんでもない、変な、変とこな話になってしまったんですけども。うん、とりあえずこの力士マンね、これがね、とても気に入ってまーす。それでは、今回は力士マンバイバイでお別れしたいと思いまーす。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。マサでした。いつもありがとうございます。